皆さんこんにちは。今回はですね、GP カーでサーボのシリアル通信を使うやり方をお送りしたいと思います。前回ね、こちらのクラスパ STD MAX の新製品紹介動画を行ったんでね、せっかくなんで、GP カーつながりということでですね、GP カーネタやっていきたいと思うんですけれども、エンジンカーですね、GP カーってサーボ2つ使いますよね。ステアリングとスロットル両方それぞれ、サーボを使ってやるんで、サーボを2つ使って、やるんですけれども、シリアル通信使いたいってなると受信機にはシリアルポートって1つしかないですよね。じゃあシリアル通信で使うのって、どっちかのサーボだけなのっていう、ことになってしまうんですけれども、実際はですね、両方ともステアリングも、スロットルも、シリアル対応のサーボ、4S って書いてるサーボでしたら、両方ですね、GP カーでも、シリアル通信が使う、シリアル通信で使うことができます。なのでですね、今回、それを行うための、設定方法、接続方法を、この動画でご紹介したいと思います。はい、ではね、ちょっと、設定方法に入りたいと思うんで、ちょっとね、カメラの位置を、見やすい位置に変えていきたいと思います。はい、ではですね、カメラの位置を移動したので、設定方法に入りたいと思います。まずですね、GP カー、サーボを2つ使うんで2つ用意したんですけれども、今回ね、分かりやすいように、レスポンスとパワーで、用意してみました。でね、レスポンス側を、レスポンスをステアリング側で、パワーを、スロットル側で、使うという前提で、やっていきたいと思います。で、まず一番最初にやることなんですけれども、このサーボのですね、 ID 変更というのを、やっていきます。これですね、デフォルトの状態では ID が、すべてのサーボ、売っているものはですね、1番に設定されています。で、 ID1 番っていうのは、この ID っていうのはですね、このチャンネル1チャンから、今これ4チャンまであるんですけれども、このチャンネルと一緒なんですね。で、1番の ID っていうのは、1番に挿した時と同じです。要はプロポだとステアリングですね、ステアリングの動作に、反応するのがID1 番になります。なので、売られているサーボはすべてですね、シリアルポートに挿すと、ステアリングで動くように、ID1 番に、デフォルトで設定されています。なので、このレスポンスですね、レスポンスは、まずですね、 ID1 番ステアリングで使うので、そのままで OK です。で、こちらのパワータイプですね、パワー、こちらはスロットルに使いたいので、ID 変更をまずしてあげる必要があります。で、その ID 変更のやり方を、まずお伝えしたいと思うんですけれども、ID 変更はですね、こちらの EXNEXT のプロポに、このサーボを直接つないで行います。はい、で、つなぐのに用意するのがですね、このような二股コードですね。これだけあればいいんですけれども、こういうような延長コードがあるとですね、ちょっとやりやすいんで、この二股コードに、この延長コードを挿して、今回ちょっとやっていきたいと思います。こうやるとね、やりやすいので、おすすめです。で、まず、この二股コードのですね、二股じゃない方ですね、1個の方を、プロポのこちらのですね、エクスパンションに、挿してあげます。はい、ここですね。で、二股の片方をですね、バッテリーにつないであげます。6V から、7.4V ぐらいだったかな、確か。このようなリフェリポの、こういうバッテリーで問題ないので、これを挿してあげます。そうすると、ここに、画面が立ち上がります。で、反対側にですね、こちらのに、変更したい ID を変更したいサーボを挿してあげます。はい、こんな感じですね。そうすると、画面、このような画面がですね、出てきます。で、このサーボの設定変更をするのとやり方を同じなんですけれども、今回シリアルサーボ、シリアルサーボモーターセット、こちらの文字のところにカーソルを合わせます。そしてエンターですね。そうするとこのような、サーボの
設定画面が出てくるんですけれども、ここの、左上ですね、ここに ID って書いてあるんですけれども、これが1番になってますよね今。これを、Enter をして一度反転させてあげて、2番にしてあげます。これで、2番、要は2チャンネルですねのスロットルで動くようになります。はい、これでね、もう ID 変更は完了です。簡単ですね。はい、なので、この状態でもう、抜いちゃって大丈夫です。はい、はい、こんな感じで、簡単に ID 変更できます。これでもう準備は OK ですので、あとはですね、接続方法ですね。はい、この受信機に、このサーボを接続してあげるんですけれども、シリアルポートは1個しかないですよね。で、どうやって、接続すればいいかっていうと、この二股コードを使ってあげるんですけれども、もちろんね、今使ったこの二股コードでも、全然問題ないんですけれども、おすすめはですね、こちらですね、二股コード3っていうのがですね、今回発売されています。で、まあ、これ何が違うかっていうと、まあ、ここに土台がついてて、ピンが、ここにまとまってついてるんですね。で、これを使うことによって、まあ、これだとね、まあ、これでも全然いいんですけれども、これだとね、意外と場所取っちゃうんですよ。まあ、長かったり、ここが太かったりするんで、まあ、GP カーの場合、メカボックスにこう、全部収めたいんですけども、これだとなかなか収まらないんですよね。で、まあ、こちら、ちょっと開けてみます。はい、今ちょっと開けてみたんですけれども、こちらですとね、メカボックスに、収まりやすくなります。まあ、まあ、これだけなんでね、大きさがまずちっちゃいのと、あとここ平面が出てるので、まあ、ここをメカボックスの中にこうペタって貼ってあげて、ここに、繋いであげるっていう方法がですね、非常に綺麗に、配線がまとまりやすくなるんで、まあ、GP カーでね、使われる場合、これを使うのが、おすすめです。はい、ではですね、まず、接続方法なんですけれども、受信機側の、この BS というところにですね、この二股コードの、こっちのコネクタついている方ですね、これを、挿してあげます。はい、そして、二股になっている方向に、今のこのサーボ2つをですね、挿してあげます。でね、これはどっちが上でも構いません。このプラスマイナスだけね、ここに書いてあるんで、まあ、このコネクタの向きだけ、間違えないように、挿してあげてください。これ間違えるとですね、まあ、壊れはしないんですけれども、動きません。この向きを間違えないように、ここに、コネクタをこんな感じで挿してあげます。これは上下どっちがどっちでも大丈夫です。まあ、ID はね、もうサーボに持ってるんで、あとはですね、 ID で管理してるんで、まあ、これどっちに挿しても問題ないです。はい、これでもう準備は完了ですね。で、あとは、まあ、バッテリーですね。バッテリーを、まあ、どっかのチャンネル、まあ、これはね、もうどこのチャンネルでも大丈夫です。挿してあげれば、準備完了です。で、実際に動かしてみましょう。ちょっと今本を持ってくるの忘れちゃったんでね、分かりづらいかもしれないんですけど、これ見えますかね。こんだけ近づければ、分かると思うんですけれども、今レスポンス側の、サーボ動いてますね。ステアリングで、スロットルこっち動いてますね。ちょっと、プロポと一緒に、はい、こんな感じですね。はい、ちゃんと割り当てできてますね。今スロットルを動かしてあげると、このパワーの方が動いております。で、ステアリングですね。ステアリングを動かすと、こちらのレスポンスの方動いてますね。これで、設定完了です。どっちも、ステアリングも スロットル側も、なんだ、シリアルモードで動いています。両方シリアルで動かすことができます。で、こうなるとですね、まあ、今テレメトリーなんで、設定変更もですね、両方、プロポでできてしまいます。これすごい便利ですね。まず、変更方法はファンクションで入ってあげて、テレメトリーですね。で、リアル ICS、 これですね。で、今ですね、この ID1 番っていう書いてあるので、ステアリングですね、ステアリング側の、設定が、読み込まれています。
この ID をですね2番に変えてあげると、このように今ちょっとあの設定が変わったのが見えたかと思うんですけれども、この2番にしてあげると、スロットルにつながっているサーブですねの、設定を変えることができます。ここで ID1 と2を切り替えることで、両方のですね、サーブの設定を、この画面で、まあ、プロポでですね、あの操縦台の上から、できるようになるので、まあね、これであの自由自在に車の味付けもできるので、まあ、この機能はですねすごく便利です。はい、そんな感じで、このようにね、あの二股コードを使って、このシリアルポートにつないであげることで、でサーボは、ID 変更をしてあげることで、このようにですね、ステアリングスロットル2つのサーボを、どっちも、シリアル通信、速い通信ですね、動かしてあげることが可能になります。そして、リアルタイム ICS ですね、こちらで、ステアリングスロットル両方のサーボの設定が操縦台の上から可能になります。こんな感じでですね、GP カーのシリアル通信設定も簡単に行うことができます。これを行うことでですね、GP カーもですね、かなりダイレクトでリニアなステアリングスロットル操作ができるようになりますので、GP カーユーザーの方はぜひやってみてください。はい。あとですね、リクエスト、今たくさんいただいております。ありがとうございます。まあね、あの、メーカーとしてリクエストに答えられるもの、答えられないもの、あるんですけれども、答えられるものに関してはですね、随時、リクエストいただいた企画も、こちらでどんどんやっていこうと思うので、引き続きですね、リクエストじゃんじゃん受け付けておりますので、行っていただけたらと思います。はい、ということでですね、今回の動画は以上になります。それではまた。